出たらやってるね。うん、お化けとか信じてるタイプなの？お化けとかはでもね、お化けはねいるよ。え、ね、いるって。お化けはねいるよ。まあ、え？え？何？ひみちゃん喋れなくなってるよ、怖くて。いや、喋れなくなっちゃった。お化けいませんよ。いや、お化けは、ね、いますよ、ふみ様。だってさ、ちょっとあんちゃんどう思った？私は絶対いると思ってる。はい、お化けは、ね、いますね。ちょっと今年また百物語のやつが企画がもしあったら。話す予定のね、お話があります、ね、ないかもしれないんだから、ちょっと教えてよ、私たちだけに。今、ホラギー中に俺、そういう話、ここか、こっちか。そっち。はい、1、2。ほーって言ってる。何、矢後さんは、お化け見たの最近。お化けはね、いるよ。何、うん、どこで何を、ちょっと右、ちょっと見て、右。はい、じゃあ次はちょっとガチですね。はい。ガチの話になります。長尾が体験したその怪談なので、本当に信じるか信じないかはあなた次第って感じの話なんですけれども、あの長尾仕事柄、あのふつま市という仕事をやらせていただいているので、まあ魔物だったり、まあ幽霊だったりっていうのは時にはそのまあ相手にしたりすることもあるんですけど、あのその仕事のまあ柄なんですけど、金縛りっていうのによく合うことがあって、はい、金縛りってあったことあります、うん、金縛りありますね、私あります、そう、たまにある、疲れてる時とか、うんうん、なんかすごい俺の金縛りってすごいその疲れてる時、うん、めちゃめちゃに疲れてる時になるんですけど、うん、なんかレム睡眠かなんのかなんですよ、ね、うん、はいはいはい、なんでまあ金縛り自体は結構みんな、なる人はなると思うんで、うん、そんな珍しいものではないと思うんですけど、うんうん、あの長尾金縛りからあの幽体離脱、いいのをすることがあるんですよ、うんうん、でこれもね、幽体離脱も何回かやってるんですけど、その中で俺一番最後にやった幽体離脱以来一回もやってないんですよ、はいはいはい、なんですけどこれの話なんですけど、幽体離脱ってなんか結構ジェットコースターみたいな感覚なんですよね、結構正直楽しいんですよ割と、その部屋中をこうなんだろう、駆け回って、うんうんうん、まあ、ジェットコースターやってる感覚で、まあ、めちゃめちゃ楽しいんですけど、まあ、しばらく結構楽しんで、うん、ジェットコースターの感覚をあの幽体離脱最後にした時、うん、でその後戻ろうとしたんですよね、うん、でいつもだったら背中から戻るんですよあれって、そう、あ、まあそうか、うん、タッチもそうやって戻るの、そうそうそう、うん、ザ・タッチさんのイメージで、うん、そう幽体離脱ですね、うん、あれのイメージで背中から戻れるんですよ、うん、で今までそれまでは結構背中から平気で戻れてたんですけど、うん、あのその時だけは違って、うん、もう上に引っ張られる感覚、うん、背中側に自分の体があって、うん、そっちからこう戻ろうとするんだけど上に引っ張られるんですよ、やだ、だから戻れなくなるんですよね、でその時なんですよ、うん、上に気配がしたんですよね、うん、はいはいはい、人の気配が、うん、人の気配がしてそいつが引っ張ってくるんですよ上に、うんうんうん、でそれでやべえやべえやべえってなってあの戻ろうとするんですけど、今度気配が俺の前から後ろに回ったんですよ、嘘、後ろに回ったんですよってことは、そうってことはってことじゃないですか、やべえ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 ってなって、でそっからもう無理やり戻ろうとしてパンって音がした、目が覚めました、で実際俺自体は戻れてたんですけど、もう汗びっしょりでもうすげえ怖かったんですけど、もうそれ以来しばらくはもう幽体離脱はもうしないと、でもそこの後も幽体離脱の感覚って何回かあるんですけど、もうちょっとするのはやめようって決めましたね、そんな感じのが、いやーめっちゃ怖い、そうですね、まさかの、信じるか信じないかはあなた次第です、ね、まあ、私正直いいなみたいなこと言ってたんだけどそう怖いです、ね、そんなリスクがあるとは思わない、ね、ね、結構怖いですよ本当に、っていうのがまあ2つ目の話ですね、うん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 、